デジャビサダチャラガニンジャラガです。アシスタントハヤト .t です。今日の話は国際結婚メリットとデメリット話したいと思います。海外に興味ある日本人に新しい知識あげれれば、まあ、いいことになります。いいことになります。それではメリットからスタートしましょうか。OK、メリットとしては違う文化に常にまあ触れ続けることは嬉しい。イタリアの情報も嫌でも情報いろいろ入ってくるから、なんかそれは嬉しい。そうね、確かに、うん、それは嬉しいな。で、私にとってはシークレットウィポンあるよ。シークレットウィポン、シークレットウィポンは言語、私、アヤトと、まあ、日本語と英語基本的にちゃんと通じてる。イタリア語はまだバベ、ピエチェネ、イオスタディオ、イタリアノ、あ、オッジ、まあ、ちょっと手伝って。オッケー、わかった。ラウラが言いたいシークレットウィポン、いつもどこに行ってもみんなが知らない言葉を喋れるっていうことだね。そう、日本でいたら、まあ、イタリア語喋ったら、まあ、ほぼみんな分からないし、まあ、2人だけの秘密がどこでも喋れるっていうことだけの秘密がどこでも喋る。日本語上手ですね。今日、いいアシスタントの仕事してくれたらよかった。で、次は環境適応のスキルめっちゃ高くなると思う。やっぱ私今日本にいるから環境適応のスキルめっちゃ上がってる。給料めっちゃ上がってる。環境適応のスキル、その環境適応やっぱ2人もいや、まあ環境適応、環境適応、環境適応、環境適応だ。今日新しい言葉習ったから使いたいじゃん。国際結婚することによって自然とその他の国に住まないといけないわけよ。嫌なところも見えてくるし、やっぱそういう経験をしていけば環境適応の能力も自然とついてくるわけだね。で、まあそれやっぱメリットだと思う。もう一個は、私たちはユニーク世界作ったね、今まで。例えば、まあ、言語についてその日本語、英語、イタリア語ミックス結構するから、まあ、私たちのユニーク言語みたい作ったね。まあ言ったら、なんか常に夢見て生きてるような感じなんだよね。夢見て生きてるような感じけど、一つの大きいデメリットあります。あー、そうなのよ。と覚悟してください。お互いの家族同士がやっぱ遠い。お互いの家族同士、なんか私週末実家に帰ろう言わないでしょ。そうそう、イタリア行きたいから。これはでも結婚する前からまあ分かってたっちゃ分かってたけど、やっぱそのまあ、もっと考えるね。まあ、これは、まあ、私たちの図体で解決をない。まあ、これから見てみます。まあ、皆さん、そういうことです。見てくれてありがとうね。グラッセ、次の動画へ会いましょう。ニンニン。 And please don't forget to subscribe to our channel.